悔しさっていいううのは一生残り続けるというかでもそういう寂しさも含めて、まあ、人生の楽しみだったりするんだけどねはいどうもはいどうもナルシシズム自己愛だよね自己愛性パーソナリティとかの自己愛の問題ってやっぱり結構なんか疲れるなみたいなうーん ナルシストうん、うん、ナルシシズムというかねそう分かるハムちゃんなんかもう漫画とかの勝手なイメージですけどなんかこうやってる、うん、そう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 まあ外見外見に対するナルシシズムだよね、はい、そういうのは、はいうん、こういうのってなんて言うんだろうね結構難しいんだよねナルシシズムって。 そので子供の時にさ例えば貧乏とかさ愛情不足とかさそういうものとか、まあ、言うとなんかあのちょっとあの語弊を見そうだけどさ何、まあ、かこう屈折そういうものがあるとこう何くそみたいな形で自己の防衛みたいなのが強まる時ってあるよね。 自分はうん、うん、まあこのナルシシズムというか、うん、結構難しいんだよねナルシシズムと、まあ、あの妬みとかもね、うん、含めてだから自己愛が強いがゆえにその妬みが出てしまうとかまあなんかそういう話でもあるんだけどね、うん、分かりますかね。あまあ でナルシシズムがあるがゆえに変化を嫌うとかそういうこともあってなんかこのナルシシズムって本当に難しいなとか思って、うん、変化を嫌うっていうのはなんかどういうことですかだからこう自己愛が強いと自分を変えたくないじゃない今の自分をああの自分を変えたくないっていう、ね、そうそうそう、はい、だから変化を嫌うというか。 そう,いうのはあるよ、ねうんそうまあそただそれだけっちゃそれだけなんだけどうん,うんなんか結構難しいんだよねここら辺もうんあもう興味ない <laughs> 興味なさそうナルシシズムとナルシストってどう,どう違うんですかナルシストは ナルシシズムのある人だから、はい、ナルシストだね。うん、うん、この自己愛のも病理ってちょっとややこしいっちゃややこしいんだよね。自己中心性とか。うん。だからこの子供の時貧困だったらそのまあこうまあ大人になってからなんか貧困っていうなんかの。 自分をすごい受け入れたくないからそれがすごい,それがすごい例えば原動力になってすごい力を発揮したりとかする時もあるんですかね、うん、まあもちろんね、はい、そういうのもあるけどねまあこれを言うと、ね、なんかね全部あれだとかちょっと語弊を見そうだけどなんだろうねなんかそのそういう何くそみたいなものがよく作用することもあれば悪く作用することもあるよね。う おーの話 <laughs> な,ん<か>なんか僕結構まとまってないけどなんか僕結構、うん、こうなんか僕あくまでも僕目線なんですけどなんか妬まれること多いような気がして、うん、ああはいはいなんか言ってたねうんまあ多くないんだけどねああそれはなんかなんで多くないって言えるんですかねいやまず妬まないでしょだってそもそもそうですねあんまり人なんか妬んだりとかは <laughs> いやじゃなくて妬まれないでしょそもそもハムちゃんのこと羨ましいと思われないじゃない そんななにんかその発達障害当事者だしいそ<う>ハムスさん覚悟してるしそそうそうお金持ちでもないし、はい、とかそう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 だから別にネタ生まれる対象ではまずそんなにないんだと思うんだけどうんで僕があんまりなんかネタんだりとかしないからなんかそのそうだねたまに遭遇するとびっくりしちゃうとかねそれで結構なんか なんか僕は結構妬まれるんだ、妬まれるんだなとか思うかもしれない。でもなんかこう我々ってそのもうちょっとそのいつも話すけど、羊の群れみたいな感じだから、定型の世界ってそういう世界ってなんかこう誰々がどうだとどうだとか、まあ互いに見合ってるよね。だから一日に二百回ぐらい、二百回とかまあ適当な数で言ってるけど、でも何百回となんか嫉妬したり。 嫉妬されたりを繰り返してその気がするけどねああ、ここが僕全然ないですねなんかピンとこないというか、うん、そうなんだよねこういう群れの羊の群れで暮らしたことはあんまないからね、はい、だから森の外で確かにそうですねなんか群れに入ろうとかはあんまりないというかうだ、ね、まあ不安な時とかはねちょっと入りたいなとか思ったりか、うん、だから入んないとって思う人もいるけど、うんはい 焦っちゃう人とかもいるけどまあ別に入らなくてもいいというかね <laughs> まあの世の中の人はまあえっ、ー、と、えー、多数の人はこの群れの中で暮らしててやっぱ互いにこう影響し合ってるというかまあか、ね、ある意味こう言葉あれだけど妬み合ってるとも言えるま,うんまあ羊の群れの中でも階,層階級があるからねうんこうね リーダーのね、鶏というかね、なんかさ、猿みたいですね。いや、まあ、人間と猿って、はい、一緒だからね、九十九パーセント一緒だから。はい、うん、まあ、なんかね、いや、なんか、そのナルシシズムとか、そういう妬みとか、自己愛の問題っていうのは、なんかこう。治療の中に組み込めてないなと思って、自分なりに、<laughs> なんか。なんか、ここが僕の苦手なとこだなと思って。ああ。ドクターは、なんか、こう、ね。 結構ナル,ナルシストなんですかねこんなこと聞くのもあれですけどうーんナルシストと見られがちだよねんあんまりね実はあんまり僕ないんだよね実は言うとあドクターもない方ってことですかうーん僕もねないんだよね結構じゃあなかったらやっぱりこれ考えるの難しいんですね <laughs> うーんそうそうなんだよね、はい、いやあるんだけど、うん、僕もハムだからハムちゃん側というか森の外側の人間というかはい うん、でもん一方でその僕,はその僕に対して妬む人はあんまりいないと思うんですけどドクターって多分妬まれる対象ではあると思うんですよやっぱりその頭もいいしそうだね医者だからってことでね、はい、だからそこはねやっぱりちょっとその今組み込まないといけないなと思って、うん、それがすげえ苦しくなっちゃってるっていうのがあるね。 そそうそういやでもねそう僕はねないんだよね実はそこら辺ちょっと発達っぽいんだよね <laughs> 実はなんか別に本当にいつ死んでいいと思ってるからなんか内的な空洞性というかそういう空洞でもないんだけどなんかちょっとねどうでもいいと思ってるというか自分のことをそういう何て言うのかな破壊された自我というかそこがあるんだよね。うん だだからちょっと違うんだよねでもかといって別に世の中に復讐したいとかそういう思いはなくてうん、うん、なんかまあ自分の人生は生きたいなとは思う、うん、自分の人生というか与えられた、ね、使命は全うしたいなと思うけど、まあ、そこら辺はちょっとね兵隊っぽいというかちょっと ASD っぽいんだけどね意外とねないただまあその自閉うんまあないね うん、歯車になりたいっていう願望があるんだけどうん、うん、それはなんかちょっとナシズムととちょっと違う感じではあるよね、うん、いやでもこの問題ってすごくこう、うん、妬みとかそういう話ってうんやっぱり臨床上すごく重要というかだけどこう語られてないというかあんまり。まあ確かにその全部妬みこう 言葉から全部みんなねみ合ってるってさっき言ったんですけど、まあ、全部妬みに集約しちゃうとなんかそのこうそうはちょっと過度なのかなとか思っちゃったりもそうですけどだから言葉としてね妬み、はい、っていう言葉がつ強すぎるというかそうですね真似るとかんなんかこう他者性に対するその。 他者への関心なんだよね、はい、他者への関心とかその集団の中での自分の立ち位置とかそういうことなんだけどこれがなかなかねその説明するのは難しいんだよね、うん、その全体で見るとってことですかねうん全体と見たら簡単なんだけどね、はい <laughs> うん、同じこのピラミッド構造の中の ここにいる人が、こことここが戦ってて、A と B が戦ってて、ここのランクの人から突き上げを食らってて、ここのランキングの人からね、あの、舐められてる。ただこれだけなんだけど。だから全体から見たら単純なんだけれども、その、まあ、あの、病院に来る人はここですからね、なんか、こう見えづらいというか。そうそう、本人から見るとなんかちょっと見えにくいというか、はい、落としどころをちょっとね、どういう形に。 だからそれがなんかすごくポジティブなそのどう運動だからこれがポジティブな方に向く時もあれば時としてちょっとぐ反転すると黒くなっちゃうとかだから愛情でもあるわけよね上の人が下の人に心配してるっていうことでもあるし愛情でもあるんだけどそこを乗り越えようとしてくる。 自分の地位をだから父親が息子を育てるんだけれどもある瞬間父息子が父親を追い抜こうとした瞬間なんかすごくこう気持ちが黒くなって潰したくなっちゃうまあ猿もそうですよね育てて育てると群れから追い出されるとか、ね、そう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 、はい、そういうものだよねだからこう 群れ全体で見ていくんだけど、ナルシシズムの問題とかがあって結構ややこしいんだよね。うんはい、そうで僕とかハムちゃんって結構ね。このこれが苦しいか、すぐ出ちゃう顔なんだよね。うん、出たい派。今日なんか痛くないかじゃない。うん、だからそういう意味ではなんかこうちょっとね。あのー、わかんないんだけど。でもナルシシズムってややこしくてこう。森の外では満たされないんだよね。ナルシシズムってある種？ 妬まれることで、満たされるというか。わかる。妬んでる人だっていうのは、妬むわけじゃない。はい、妬ま、妬む相手を好きになるわけよ。妬んでるから。はい、だから、妬まれないと解消されないんだよね。このはい、うん。ここがややこしいよね。森の外行って、成功したかと言って、その妬みとかは解消されないんだよね。う うん、なんかその僕からするとこう世の中の人ってこんなに妬み合ってるんだなっていうのが結構カルチャーショックというか、うん、まあ僕は妬まないんで <laughs> そうなんだよね他人に関心がないからね。うん、なんかその精神科の、まあ、患者さんとかって結構よく妬まれてわーって書くんですけど、うん、なんかそのまあ案外実はなんかその人はそのあんまり、ねまあ、僕の。 僕目線なんですその人はあまり、他の人もあんまり妬、ねねね、む人じゃなくて、うん、でもなんかその妬、ね、まれるこれが理解できない感じもあるのかなとかまあそうなんだよね思いましたねそうなんだよねここもね僕も苦手なんだよね本当に。に何、うん、て言うんだろううん出ちゃえばいいじゃんって思っちゃうんだけど出ることは好きじゃないんだよね あくまでその中でちゃんとやりたいというかまあなんかこう頑張って羊に見せかけでも羊になって中に入っていくんですよねこれはきついんですよね。な,なっ,っていくっていうか、まあ、そういう人はねあんまり入んなくていいんじゃないかと思うけどこの中にいたい人だよね。で外に出ると満たされないのよこういう人って結局。 うん、妬まれるからいいんだよね、うんうん、だからよく思うよだから僕も例えば自衛隊やめてるじゃないだから僕の中ではそんな苦しいんだってすぐやめて外に出て別に食っていけるじゃんって思うわけよ、うん、でもそうじゃないんだよねいやそれは外に出ていっぱいお金はもらえるかもしれないし自衛隊の時そうじゃないんだよ中にいる人にとってはここのここでのなんかものよりも中で評価されるとか勲章が欲しいんだよね この中なんだよで外に出てからもその中のの中人に嫉妬されたいっていうのがあるわけよね、うんうん、そこはねまあ僕も分からなくもないんだけれど逆に僕はもう森の外に出ちゃってるから逆にここの中のでの嫉妬っていうのはあるんだけど今のその中ではね例えば別に開業医仲間で誰よりもお金持ちになりたいとかそういうのは全くないし YouTube も別に YouTube の中でねもっとトップ取りたいとかそんなのないわけじゃない。 うん、それはそうなんだけどね結構なんかこうだよね、うん、だからそうなんだよねだから外の世界も知ればいいよっていうことなんだけれども外の世界を知れば別にこ,ここの羊の中だけじゃないから楽だよねと、うん、でまた別の外の世界もあるんだよねとか複数のアイデンティティがあるんだよねとかいうことを理解すれば。 じゃあ解消されるのかっていうとそういうわけじゃなくてやっぱりこう中で満たされなかった罪悪感とかあ悔しさっていうのは一生残り続けるというかでもそういう寂しさも含めてまあ、人生の楽しみだったりするんだだけどねだから自分が子供の時満たされなかった思いっていうのが常にこう心の中にあってでそれがなんかずっとバネになることもあれば友達であることもあるしなんかこう。 生きるなんか面白さではあるけどねずっと満たされない感じが1個残っとくっていうのもね、うん、だからそれを否定しちゃうとやっぱナルシズムって感じがしちゃうよねその寂しさを認めないというかうそ,れをいそれを否定してやっぱ自分はすごいんだって形になって万能感を持ってそれを何ていうのかなあの打ち消そうとするとナルシシズムという感じもしなくもないというかね。うん でもななんんかかそういういことだだよねだから治療においてその本人の挫折感とか失敗感とかうまくいかない感じっていうのがそれがなんかこうただただ妬みの対象妬みとして反転されちゃって加工されてしまってその妬みの対象が医師になってしまうっていう問題増田雄介になってしまうっていう問題をまあ考えてるってことなんだろうね。<ー>うん、でもこの この妬みがあるがゆえに認知が広がっていかない感じっていうのはすごく難しいよね、うん、しかも僕のことを慕ってくれれば慕ってくれるほど最初に増田に関心があればあるほどそれは妬みとなるわけじゃない陰性陽性性は陰性定位に変わるから、まあね、これをだから例えばそのじゃあ,あ怒ってる患者さんがいたとしてな、うん、なんかなんで、まあ、あなたは怒ってるんですかあの 言言語化してくださいとか言うとかう、まあ、もっと怒っちゃうってんじゃない <laughs> だけどやっぱり妬みっていうものをもう一回その臨床上に置いてこれから妬むこともあるでしょうってことを言う方がまあいいんだろうねうんでもすごく難しいことになるなと思うわこれを本当に臨床に取り込むっていうのはそうですねまああんま妬まない人もいますからねまあ、うん、そ,うそれだだといいんだけど 妬む、妬んでるってことに気づくっていうのは、すごく残酷だよね。きつくない。まあそう、きつくないっていうか、うきつくないっていうか、ね。アムちゃん、はよくわかる。あ、妬まないからね。いや、別に他の気持ちで代用できるんで、<laughs> うん、なんかその。そうなんだよね、まあ。まあまあ。きついきついっちゃ、きついですよね。うん、妬みって、やっぱでかいからね、もっと根源的だし、ずるいとか、悔しいとか。う,ん、うん。なんか、そこをね。 でもそれがパワーでもあるわけじゃないなんかむずいよね、はい、この話はうん群れで生きていく上でなんかうんでしょう、ね、うーんそことうまく付き合うとかがねいやそう思うわだから群れの中で相手のむ妬みも気持ちを分かりつつうまくコントロールしていく。 うん、この妬みがないとなんかフックがなさすぎるのかもしれないですけどいやー、ね、結構思うわ、はい、うんでその SNS の中ではネタをうまく利用していいることが多いよね、うん、だからそ,そういうことであいつ悔しいから自分たちでまとまろうみたいな父親殺しじゃないけれども兄弟が結託して父親を殺すわけじゃない神話とかね、はい、弟とか。 ここの結託してこう父親にあ妬みがあるからこれが結託して父親殺しを果たすとで混乱が訪れると SNS でおこ起きてることってこういうのもあるじゃないうんうん,うんだからその炎上とかもねだから妬む対象じゃない場合はそ,そんなにさまあいじめてやりたいなっていうぐらいであるかもしれないけど まあなんかこういうのがあるしその先導する側もあいつ嫌なやつだよねっていうのを言うのが得意な人が結構いるよね。うん、確かにあんなエリートにはねわしらの気持ち分からへんわみたいなこと言ってねうー、まあ、そうそうそうんそそそ結構昔じゃ昔だけど、うん、確かにそういうこと言う人いるじゃないバラエティーとかでもさうん、うん、あんなお偉いさんには気持ちは分からへんやろとか言って うん、それもなんか妬みをねうまくコントロール使ったうまくコントロールした大衆扇動というかねなるんだろうけどまあまあまあはいなんかそこら辺の話をしましたはいじゃあなんか宿題とかありますか今回の課題え僕ですか、うん、難しいですねだからまあこういうのがないっていうのが発達障害の強みでもあるよね まあな,な,なくはないですけど <laughs>、うん、ただ純度100%のね ASD とかないよねうんいやそれはちょっと分かんないけどなんかここでこの図はねこれでこれやってこの中にねだみ合ってるっていうのは結構こうカルチャーショックを受けるというかああ、うん、なるほどみたいなうんそうなんだろうねカルチャーショックをね うん、まあそんな感じでしたはいじゃあ,ああそうか宿題かじゃあなんかこういう実例とかを聞きますかあ,あまあネタに書いてもらうみたいな、うん、ああそんなのあ,なまあ,まあですけど、はい、ベタですけどそういうの入れて、はい、てください、はい、じゃあまた